かかってる。よっしゃ、来たー。1泊2泊ある腹やっぱ。スピナーベイト、腹がもうバスじゃない、バスじゃありません。何ですかこれは、バスじゃありません。違う概念よ。スピナーベイト、プレートだね。あ、やべやべやべ、よっしゃ、何連発だこりゃ。そう、スピノベが効いてる。あー、もうスピノベって最強です、でかいです、スピノベ笑っちゃう、ほんと。Yes, spin up it. Yes, spin up it. Spin up it.またもや、spin up it.釣れすぎです。宮本さん、バクチ、何が起きてるんですか。わかりません。何が起きてるんですか。このスピナーベイトが奇跡を起こしました。いや、起こしてます。やばいです、スピナーベイトすごすぎ。すごすぎます。親父釣れねえのに息子釣ってる。やはりスピナーベイトです。あー、取れた。あ、釣れた。携帯釣れます。やっぱ携帯本体が
携帯本体倒れそう。やっぱりスピナーベースですね。これがなかったら、これ持ってこなかったらどうなってたことやら。食べ。どうしたいか分かんない。最高です。親父釣れねえ。いや、お父さんだってあれだもん、ワームで釣ってたもん。ああ、ワームか。こっちはスピナーベイト。というか、うちの息子調子に乗り始めました。スピナーベイトで連発で調子に乗り始めなんですけど、この息子調子乗りすぎると嫌なこと起こったら、私はもうスピナーベイトの神様になってしまったのでしょうか。釣れすぎです調子乗んなこと、もう調子乗っちゃいます、はい、これ以上釣れるとやばいです。立ち上げちゃいます。圧倒的にそのルアーだ。圧倒的にこのスピナーだ。
着いた。わあ、本当。かかった？水位上がったのとかも関係あんのかな？音声しか聞こえてないと思うけど、お父さん聞いてます。お父さん連れてます。龍馬くん、おいおいおい、はい、来た。スピナベ10匹目。祝いの。祝いの10匹、はい。きちんと持ったけど、春気をつけて。曲がってる。祝い10匹目。いや、お前。スピナベだけで10匹目だからな。やばいっす。このスピナベいいと。わからないっす。なわけで、これで1回。もう2時になっちゃったんだ、お昼。龍馬くん、バスで。何？もう、やばいっすね。何がやばいの？巻物であんなに釣れると思いませんでした。うん？人生初のスピナベイト。スピナベイトです。楽しい、スピナベイト。スピナベイト楽しいっすね。見直しちゃいました。見直しちゃいました。風が吹いたら？スピナベイトっすね。とりあえずカップラーメン食べたら？次は。トラウトっすね。で、トラウト面白くなかったらまたスピナーベイですね。なこと言ってんですけど、まあとりあえず一旦お昼休んでちょっとトラウトします。では。